ブルーノ・タウトは、ドイツの東プロイセン系にヒスベルク生まれの建築家、都市計画家、鉄の記念塔、ガラスの家が評価され、表現主義の建築家として知られる。1933年、ナチスの迫害から逃れるため海外に滞在先を探していた際に、前年にあった、上野伊三郎を率いる、日本インターナショナル建築会からの招聘を受け入れ、1933年に、 来日し3年半滞在した。日本では建築設計の仕事を得られなかったことから、トルコ政府の招きにより転地し、1938年に当地で没した。ブルーノ・タウトは、父ユリウス・ヨーゼフ・タウト、母、ヘンリー・テ・アウグステベルタ・タウトの第3子として1880年5月4日に、ケイニヒソベルクに生まれた。1897年、 クナイプホーフギムナジウムを卒業した後、ケイニヒスベルクの建設会社、グートサイト社に入社。ここで2年間、石積みレンガ工事などの壁太鼓作りの仕事の見習いとして働いた。父親の商売が失敗したことから、タウトは大学の授業料を自分で稼ぐ必要があったので、20歳の時に、 ケーニヒソベルクの国立建築工学校に入学した後も建築現場で見習いとして働きながら得た金を学士にして1902年に卒業した。卒業後はケーニヒソベルクを離れハンブルク、ベルリン、シュトットガルトなどで修行を積み1903年にベルリンの建築事務所に就職した。さらに1904年から1908年までの間、 シュトットガルト工科大学教授だったテオドール・フィッシャーに弟子入りして建築理論と実務を本格的に学んだ。1908年からはベルリンのシャルロッテンブルク工科大学のテオドール・月家教授の授業を受けベルリンのハインツラッセン教授の設計事務所で働いた。グラスハウスの内装1909年、同僚だったフランツ・ホフマンと共同でベルリンで設計事務所を設立。 開業、1912年には、弟のマックス・タウトも事務所のメンバーに入った。1910年、ドイツ工作連盟に参加。1913年には、ライプツヒで開催された、国際建築博覧会で、鉄の記念塔を作り、1914年には、ケルンで行われたドイツ工作連盟の展覧会に、ガラスの家を出展。これら2作品によってタウトはなお広く知られるように、 なった。鉄の記念塔ガラスパビリオンは表現主義の代表的な作品とされる。また、この頃タウトが設計した田園都市ファルケンベルクの住宅群は、ベルリンのモダニズム集合住宅群の一部として、世界遺産に登録されている。時間は前後するが、1904年頃、タウトは、ベルリンから北東に50キロメートルほどの場所にあるコリーンという村に、 友人たちと共に滞在した。ここで、ヘドビック・ボルガストと出会い大恋愛の末、1906年に結婚した。翌1907年に、長男、ハインリヒ、翌年に、長女エリザベートが生まれたが、その後ヘドビックは体調を崩したため、ハインリヒは、ヘドビックの母親の家に、その後は、タウトの弟、マックス・タウトの家に引き取られた。長女のエリザベートも、同様に、 マックスの家に引き取られ、二人とも養子同様にして育てられた。この頃からタウトとヘドビックの間に亀裂が生まれ出したらしい。1916年には職場の部下だったエリカ・ビッティヒ,ヒと恋愛関係になり、同棲するようになった。1918年10月にはエリカとの間に娘のクラリッサを設けたが、ヘドビックに頼んでクラリッサを自分の子として入籍させている。 1916年に初めてオスマン帝国のコンスタンチノープルを描いた。同年、タウトはモスクワに入って仕事をした。これ以後、断続的に続いた旧ソ連での仕事は、後にタウトがナチスから睨まれる原因になった。1921年から1924年までタウトはマクデブルク氏の建築家に勤務し、この時期に色彩宣言を発表。 建築物はすべて色彩を持たねばならないと主張して、マクデブルク市庁舎やオットーリヒター通りの集合住宅に彩色を施した。さらにこのマクデブルク時代に諸行、都市の解体を出版、特に校舎は世界的にも広く読まれ、日本でも分離派の建築家に好んで読まれた。その後タウトは1924年にベルリンに戻って、 住宅供給公社ゲハークの主任建築家になった。当時、ドイツは第一次世界大戦で敗戦国となり、様々な工業製品を作ることで賠償金を支払っていた。このため労働者は劣悪な環境下で働いており、ベルリンの労働者住宅は監獄のようであった。この時期、タウトは主任建築家として労働者の健康を考慮したジードルング建設に注力し、 1924年から1932年までの間にジードルング1万2000個の設計を行った。タウトは1924年から携わったブリッツのジードルングで国際的な評価を受けた。この間にタウトが設計した建築物のうちシラパークのジードルング、ベルリンシブリッツのバテー系住宅とカールレ議員の住宅都市は ベルリンのモダニズム集合住宅群の一部として2008年に世界遺産に登録されている。1930年、ベルリンにある母校のシャルロッテンブルク工科大学の客員教授に就任した。革命への憧れを持っていたタウトは、1932年から1933年までソ連で活動した。1933年4月には、 タウトはモスクワ市の建築局、都市計画局の主幹として、ホテル、仮想場などの建築計画に従事しているはずだったが、市当局との意見調整に失敗して、計画は実現しなかった。タウトはモスクワ市との契約を解除して、同年2月にドイツに帰国した。前月の1月30日には、ヒトラー内閣が誕生しており、 以前から社会主義的傾向のある建築家として知られたタウトがソビエト連邦から帰国したことは政権から危険視される原因になった。親ソ連派の文化ボルシェビキ主義者という楽園を押されたタウトは職と地位を奪われた。1933年3月1日、タウトはベルリンを離れてパリへ逃亡した。その後にスイスへ向かい、 ベルンの日本公使館で旅券を発行してもらった。タウトは日本インターナショナル建築会の海外客員の一人で前年の1932年夏に同会から招待状を送られていたので旅行先として日本を選んだのである。その後、マルセイユから帰船で地中海を渡りギリシャ、トルコのイスタンブール、国会を経由して汽車でモスクワ入りした後、 シベリア鉄道でウラジオストックまでたどり着いた。その後4月30日に道地を離れ日本海を渡り、5月3日に鶴賀に到着した。来日に際して、妻のヘドビックや子供たちはドイツに残していったが、秘書のエリカを同伴させた。鶴賀では、日本インターナショナル建築会の上野伊三郎らが、タウトを出迎えた。上野らは、タウトの来日前に手はずを整えており、 来日翌日の5月4日にはタウトをカツラリキューに案内して観覧させ、タウトはこれほど早く廃館させた理由についてはタウトが毎年自分の誕生日にはその土地の最も良い建築を見ることにしているので日本の最も良い建築を見たいと言っておりそれに合わせてカツラリキューを見せたのだと上野が言っていたという伝聞が残されているタウトは カツラリキューを世界に広めた最初の建築家だったと言える。一方、その半月後の5月21日、斉藤虎雄の案内で日光東照宮に出かけて、その過剰な装飾を嫌ったタウトは日記に建築の堕落だとまで書いて罵倒した。後に、タウトがカツラリキューや伊勢神宮を皇室芸術と呼んで持ち上げ、東照宮を将軍芸術と呼んで剣をする下地は、この時にできた。 上野は5月26日に上野の母校である早稲田大学の建築学科教室を案内。上野はタウトを同大学の講師に迎え入れようと交渉したらしいが、こちらは不守備に終わった。上野はその後もタウトを修学院離級、平安神宮、比叡山、琵琶湖、義牲、伊勢神宮にも案内した。上野は大日中のタウトの面倒を最もよく見た人物で、 タウトの滞在避難室に骨を折ったのも上野である。その後、7月9日から17日まで6日間に、渡って東京帝国大学で上野の通訳のもとに講義を行った。ただ、この講義に集まってきたのは大半が学生だったらしく、一般人はほとんど聞きに来なかったのでタウトは幻滅したようである。来日直後は京都の幸福祉。 下村翔太郎の客人としてしばらく厄介になっていたが11月10日からはタウトは仙台の商工省工芸指導所の食卓として赴任この後タウトは1936年10月までの間日本に滞在し仙台や高崎で工芸の指導や日本建築に関する文章を書いたこのうち日本ヨーロッパ人の目で見たと日本文化史官だけが タウト対日中に翻訳、発表された文章である。残りの文章はすべてタウトの死後に翻訳、出版された。日本はタウトが来日直後の日本に関する印象をまとめた、口述筆記による本で、この中でカツラリキを激賞したことが、以後のカツラリキーブームを引き起こしたことで知られる。出版して間もなく、日本図書館協会の推薦図書に、その後は、 文部省選定の有料図書に指定されている。1934年8月1日になると、タウトはエリカと共に高崎へ移住し、井上工業研究所顧問として、井上工業が制作していた工芸製品のデザイン、制作指導を行うようになった。これは、久米玄九郎が井上夫妻一郎にタウトを紹介したことが縁で決まったことである。 高崎に移って以降約2年間を少林山ダルマ寺にある先進艇でエリカと共に過ごした。少林山ダルマ寺先進艇ここでの生活をタウトは大変気に入ったようである。井上工業研究所では水原徳子とが共同制作者としてタウトに協力した。水原はタウトの日本における唯一の弟子だと言われている。 井上工業研究所でタウトは家具、竹、和紙、漆器など日本の素材を活かしモダンな作品を発表した。井上が1935年に東京、銀座と軽井沢に開店した工芸品の店ミラテスで販売を始めた。また東京、日本橋の丸善本店及び大阪の大丸にてブルーノタウト市指導商工芸品展覧会を開催した。例えば、 高崎で細々と生産が続く工芸、畜飛編は畜飛を使った造り表の職人に対して近代化が進んでいた当時の日本に合うような新しい用途の製品を作るようタウトがデザインなどを指導したという。一方でタウトは日本滞在中建築方面の仕事にあまり恵まれなかったことを少なからず不満に思っていた。実際にタウト自身が日記の中で 日本での生活は建築家の休日であると自重している。唯一の例外が実業家だったヒューガリヘイの別邸の地下室部分である。対日中、タウトに設計を依頼するという計画は何度か持ち上がったが、実現まではいかなかった。例えば、1935年3月5日に大倉和地下邸の設計を任された久米玄九郎を手伝う話があったが、 タウトが描いたスケッチが日本的でありすぎたことに失望され、それ以後二度と依頼する人物は現れなかった。日本でのタウトは建築設計では実りがなかったが、一方で建築理論の構築にいそしみ、カツラリキュを評価した本を表したり、ヒューガリヘべテてでインテリアデザインを行ったりもした。タウトは日本滞在中に地方へ何度か旅行しているが特攻に微行された。 こともあるまた、必ずしも、名所のような美しい場所ばかりに足を運んだというわけでもなく、貧民靴を見たこともある。1935年に入ると、タウトは次第、1936年9月11日、タウトに、トルコから、イスタンブール芸術アカデミーの教授商兵の手紙が届いた。当時のトルコは、大統領ケマルアタチュルクの独裁的指導の下で、 近代化を目指していた。この話を持ってきたのは、トルコにいた建築家、マルティン・バグナーである。バグナーは、タウトの名誉で、ドイツ社会党に所属していたことから、ナチス政権に睨まれたため、1933年に、トルコに亡命していた。当初は、ハンス・ペルツヒが候補者として上がっていたが、ペルツヒが休止したので代わって、タウトに、白羽の矢が立った。 タウトは日本での将来に不安を抱いていたことや、親友の上野から日本にいても建築家としての仕事は期待できないので、トルコへ行って、そこで建築の仕事をした方が良い、との助言もあってか、タウトはこれを受け入れて、10月8日先進亭を立ち、10月11日の夜東京で友人たちが国別会を開いた後、10月15日夜、下関からカンフ連絡船で、 エリカと共に日本を去った。その後は北京に10日ほど滞在した後、11月11日、シベリア鉄道経由でイスタンブールに到着した。以後はイスタンブールがタウトの住みかとなった。日本でとは違って、トルコでのタウトは建築家として非常に多忙だった。そのため日記をほとんど書いておらず、トルコでのタウトの行動や考えはよくわかっていない。 タウトはアタチュルク大統領の信用が厚くアンカラの文部省建築局主席建築家を任された。ただ、その分化の建築家から妬まれた面もあったらしい。トルコ滞在中にタウトは水野時ことに手紙を出し、トルコに来るようにと言っているが、水野はその話を断ったので、この話は実現しなかった。タウトがトルコで設計した建築物には、 首都アンカラのアンカラ大学文学部など、教育機関建築の設計、イスタンブール郊外の自宅などがあり、そのほとんどは現存している。ただ、自宅の完成間近にタウトはなくなってしまう。1938年に入ってからは、健康状態が優れないことが多くなり、アタチュルク大統領死去の葬儀の演出をタウトが任されていた頃には、すでにかなり体の状態は良くなかったらしい。 1938年12月24日、心臓疾患で病没、最後の仕事は彼自身の死の直前に死去した、大統領ケマルアタチュルクの祭壇だった。翌25日に告別式が行われた後、エディルネモン国総墓地に埋葬された。タウトの死後、デスマスク、タウトの所有物はすべてエリカが日本へ持ち出し、先進邸に預けており、トルコ国内に、 タウト関連の資料は残されていない。タウトは日本滞在中、ユダヤ人であるからアドルフ・ヒトラー政権に迫害されて日本へ亡命したのだと盛んに噂されて、壁碧していたらしい。実際はタウトはユダヤ人ではなく13世紀から続くドイツ人の家系図があるのだと噂を否定するコメントを建築雑誌、国際建築に日本滞在中に残している。 弟のマックス・タウトが兄がドイツを後にしてからもベルリンに住んでいたことも、タウトがユダヤ人ではないことを裏付けている。また当時から、タウトが日本に亡命したと書く文章が溢れているが、井上昭一によると、それとは矛盾する事実が残されている。タウトの日記には、日本滞在中にドイツ大使館に出かけたとか、日独協会から講演を依頼されて、それを引き受けたとか、 亡命者とは考えられない行動をしている事実が書かれている。その他にも1935年3月1日にドイツのフランツ・ホフマンから日本のタウト宛てにドイツ帰国を進める手紙が届いていることも一つの証拠になっている。タウトは自分の日記に私はカツラリキの発見者だと自負して良さそうだと書き残している。一般的にタウトが初めて カツラリキューの進化を評価したと言われているが、事実とは異なっており、伝説でしかないと言える。タウトの著述に関して様々な誤解が広まっていることは否定できない。事実と異なっている点は三つある。一つ目は、タウト以前にもカツラリキューを高評価した日本人は、それなりの数に達していたという点である。二つ目は、観光案内所の紹介の大きさを見る限り、 カツラリキューの知名度はタウト来日以前から一般的に高かったと考えられる点である。三つ目は専門家を超えて一般大衆レベルにまでカツラリキューのモダニズム建築としての解釈が浸透したのはタウト来日中の1930年代中期あるいはその多くの著書が翻訳されて出版された1940年代のことではなく1960年代以降と かなり遅くなってからのことである。タウト以前にカツラリ級を評価する日本人が全く、あるいはほとんどいなかったということはなく、むしろ専門家の間ではかなり早くから高く評価されていた。ただ、評価していたのは建築家ではない。明治、大正時代、カツラリ級を研究、評価したのはもっぱら庭園関係者と茶人だった。庭園という観点からのカツラリ級評価だったからか、 この時代の建築家は、カツラリ級にはあまり興味を示さず、建築家の評価は低かった。しかし、庭園関係者がカツラリ級を絶賛していたのは確かである。流れが変わったのは、昭和時代に入ってからである。例えば、1928年5月には、カツラリ級の実測測量が始まっている。また、1920年代半ばから世界的に、 モダニズム建築が流行し、日本でもその流れに乗った建築家の一群が現れた。カツラリキューは実際にはデザインに凝った建築であり、モダニズムからは遠い要素を多分に含んだ建物で、昭和以前はそのように理解した論もそれなりに多かったものが、モダニズムが流行し始めると、モダニストたちはカツラリキューをモダニズム建築という点を強調し、 モダニズムに合わない部分を無視して評価し始めるようになった。一方、タウトはカツラリ級を純粋なモダニズム建築としてから高評価したのではなく、それ以外の要素も多分に含まれていた。実際にタウト自身がすべて優れた機能を持つものは同時にその外観もまた優れているという私の命題はしばしば誤解されたと書いているようにタウトのカツラリ級評価は かなり誤解されて広まったと言える。1929年、岸田秀とは写真集、過去の構成を表し、その中で、カツラリキューを、モダニズム建築の観点から激賞した。過去の構成は、モダニズム建築家や若い建築家の間で評判となった著書で、堀口捨見、丹下健三らがその内容を褒めている。しかし、カツラリキューの評判は、 専門家の狭い領域から出ることはなく、専門家集団の中で共有されただけだった。その点に関しては、タウトが専門家の領域を超えて、カツラリキの価値を広めた点は、間違いがない。問題は、その広がった領域、広がり方の程度である。タウトの対日中、その著書が読まれた層は、一般大衆ではなく、古美術や古建築を専門とした読書人。 あるいは読書人を中心とした当時のインテリ層であり、社会全体からするとその数が多かったわけではない。タウトが歓喜したカツラリキーブーム、カツラリキの発見というのは、こうした読書界の人間の意識を変えた程度のもので、一般大衆までの広がりを持った再認識ではなかった。ただ、彼らは出版メディアに頻繁に登場したので、建築家よりも影響力が強かった。 タウトがこれらの読書人に大きな影響を与えたのにはいくつかの理由があったらしい。一つにはタウトが文章に腕の立つ建築家だったことがある。例えば、堀口ステミはタウトの文章力を評価している。また、日本主義、日本精神という言葉が流行したようにナショナリズムの高揚していた1930年代にあって日本文化を商用する。 西洋人が現れたことは彼らにとって心地よいことだったこともあるらしい。特にタウトが国際的に知名度のある西洋人だった点は大きかった。もう一点はタウトの日本文化賞賛の論理がステレオタイプ化した日本文化論と同一のものとして理解された点にあったようである。タウトが日本文化を商用した文脈は明治中期からすでに日本国内で流通していた。 日本人論、日本文化論のステレオタイプ化した論理と必ずしも同じだったわけではなく、そこからのズレを多分に持っていたが、実際にはタウトはステレオタイプ化した日本人論、日本文化論を繰り返したものとして授与された。ありがとうございます。